バリサン TV。 バリサン TV。 いやーオアシスやりましたね。でもなんかさ、あとさ、あれね、俺も詳しく分かんないけどさ、あのリンキンパークのさ、なんか重大発表みたいなのがあるみたいな、ね、あ、そうなの、あ、ボーカル入れてやるとかやらないとかね、なんかサムのボーカルが否定してたよね、私じゃないですっつって、それも上がってたよね、名前にね、なんか女性のボーカル入れてどう、あ、そうなのみたいなのも上がってた、グエン・ステファニーかノーダウト、マンホールのボーカルかな、いや、そう、どうなんだろうね、わかんないけど、うん、なんかそんな話もあるらしいね、あ、そうなの、オアシスってさ、こう調べると喧嘩してるじゃん、うん、全部リアムなのにね見てると基本的にやっぱ弟がさ、兄ちゃんに喧嘩吹っかけてさ、兄ちゃんが一回バンドやめるまあとにかく、まあね、素行が悪いもんね、あの人ね、素行が悪いよね、なんかこう俺、あれが笑っちゃったんだよね、なんかこう、オアシスもう一回やろうってなってさ、いろいろ調べててさ、リアムがさ、うん、リアムって弟だよね、弟、うん、悪いボーカルだよね、うん、これだよね、そう、それリアムがさ、あの日本の地名で一番好きなのどこだって質問されて、うん、福岡だっつって、うん、なんでって言ったら、ローマ字にしたらファックって入ってるんつってFUCK かだから好きだっつって面白い人だな、この人って、まあ、ぶちゃくちゃだろうね、あの人たちね、いや、まあね、なんかちょっとその辺をもう一回掘りたいけどね、うん、そうね、オアシスね、オアシスとガンズの違いとか話してよギターソロねえのかな、わかんねえけど、オアシスギターソロあるでしょ、あるある、もちろん、うん、ガンズもあるもんね、うん、まあいいか、はい、というわけで、うん、あ、今回ね、はい、今回さ、ちょっと、うん、このバンドといえばこれだよねっていうのをやりたいの、例えば、うん、まずランディ、あ、ランディといえばこれじゃないですか、うんうん、それ俺も知ってるよ、うん、この TB フリークじゃない、ランディといえば、うん、ちょっとこの後ってさ、普通のロックバンドっていうかさ、うん、あ、そう、うん、なんかパン、普通のパンクバンドになるじゃない、うん、これスカバンドだもんね、まあね、もうトランペット入っててさ、ジャケもそうだしね、そう、うん、ランディといえば私はこれなの、うんうんうん、この後の人もいるじゃん、あ、そうなんだね、うん、俺はこのイメージあるよ、そうだよね、うん、僕たちみたいなおじさんはランディって呼ばれてる、今ランディってやってるのか、いや、どうなんだろうね、ランディのね、スカから2枚目ぐらいのアルバムがめちゃくちゃかっこよかった、全曲一緒に聞こえたけど、うん、その一緒の感じがすっかっこいいまあそういうバンドいるよね、全曲一緒に聞こえるけど、全曲一緒に聞こえるけど、でもかっこいいんだよなって、そうそうそう、ランディとかジャイガンタとかさ、ジャイガンタもそうね、このさ、TV フリーか、うん、これってさ、これジャイ、俺よく分かったよね、ランディってもともとスカバンド、いや、どうなの、そこから、うん、そのロックバンドになった、で、なんかで見、スウェーデンじゃん、この人、うんうん、向こうだよね、なんかで見たらさ、あ、パンクバンドになったんだなって勝手に、うん、認識してさ、うん、なんかのインタビューでさ、俺たちはロックバンドだって言ってたの、わー、出ました、ロックとパンクの定義って、ギターソロ、ギターソロだなと聞いてねえけど、ロックバンド なんだ俺たちはって言ってからアルバム聞いてないんだけど、確かに全員ライダース着てるのが直系なの、それそっからロックバンドだって言い始めた、ギターソロがあんのかなその定義もさっき、まあね、まあね、そうね、うん、でもさ、このスカーバンドの時もさ、うん、TV フリーク以外知ってる曲、うんとね、うる覚えよ、でももちろん聴いてるから、うん、マジで、うん、これも TB フリークしか分かんない、あ、そう、うん、多分ね、聴けば分かると、あ、本当、うん、次ね、うん、ランディね、うん、MXPX、 MXPX といえばこれじゃない、パンクロックショー、まあもちろんね、うん、なんかさ、しかも俺シングルバージョンなの、よく持ってるね、これの後、アルバムで再録してるやつは、あ、俺ね、そっち持ってるとも、いいですよこれ、あ、そう、違う、全然違う、うん、前ランシュドでさ、うん、実はレディオが荒い感じ、砂バーンぶっかけたんですって、一緒です砂バーサーンぶっかけてあの録音してる時に、あい砂投げるぞー投げるぞーさ、どういう録音の仕方よそれ、もうカッスカそう、あ、でも良さそうだね、うん、まあ、でもこの名曲だよね、しかもさ、この人たちさ、これ出してる時19とかなんだよね、ハイスクールなんだよ、それこそ今もやってるもんね、やってる、やってる、やってる、あ、そうなの、うん、なんかこれを出した時に、うん、
高校生ぐらいだったっていうイメージがあって、ボーカルのやつはなんかちょっとゴリラみたいな顔してさ、かっこいいの。で、ドラムの子かな、メガネかけてちょっと太っちゃうの。高校生、こいつ無理やりやらされてんなと思ったの覚えてる。当時ね。で、しかも髪の毛ピンクにさせられてて、かわいそうだね。ドラム叩ける、見た目じゃん。ドラム叩けるやついるか、おい。もう叩けんじゃん、叩けよ。体型的にお前ドラムだろみたいな感じなの。こんな早いの叩いたことないよ。そっか、高校生ぐらいだったんだ、これ。そう、確かね。で、パンクロックショーはパンクロックのショーに行くよ、うん、本当にそのままの歌詞でさ、うん、で、本当にお金がないけどどうにかして入ってやる、だってパンクロックショーだからねみたいな、うん、もう青い人しか書けないじゃん、うん、そんなの。でもメロディーいいよね、これさ。まだやってんのかね、この曲自体。やるんじゃない。だってビースティーとかさ、ほら、うん、あのファイトフォーエブライト最後までもうやらなかったじゃない、そういう自分たちの初期作った子供地味だとか言ってる時は。俺やってるっつったけど、やってないのかな。やってるよね、やってるはずだよ。なんかで見てるよ。だって名前をパンクロックのショーに僕はどうにかして無理やり入るんだって歌を、多分40ぐらいでしょ。もう超えてるだろうね。俺らと同じ年ぐらいじゃない。いや、金払えって言われるでしょ。無理やり入るの結構金払えって言われる。そんなやついる？やっぱみんな乗るでしょ、そこは。そう、金払えって言うからね。金払いなさいよ、40なんだから。だとしたらもうやらない方がいい、この曲は。いや、俺もって言ってる客もいるかもしれない。そしたら今度やってる方が、金払えよってなる。さすがにだからやれないでしょ。いや、でも俺は聞きたいでしょ、絶対。そうだけどさ、金払ってないで、パンクロックのショー行く。いや、でもこれやんなかったら俺ちょっとショックだな。なんかさ、この、ほら、なんか CM の曲あったよね、ちょっと10年。ああ、そうだね、あったね。他にもなんかあるもんね、有名曲ね。あ、そうなんだ、うん、俺本当にランディも、うん、MXPX もその1曲しか知らない。掘ってない。なるほどね、うん、あ、掘ってはないけど、なんかそのアルバムの中入ってたよ、うん、有名曲は。あ、そうなんだ、うん、だからこれもパンクロックショー以外にもなんか多分入ってんだよ、うん、聞いてない。 Let it happenレッドイットハップン聞いてない。もう初めて言った感じだったもんね、言い方もね。あと、そうキルミーだから私を殺して。青いね、ホット&コールド聞いてない。まあでも有名曲だよね、めちゃめちゃ、ね、ホット&コールド、ほらほらほら、ドラム、うん、ちょっと可愛いね、可愛いでしょ。そっか、高校生か。そう、高校生だった気するんで、なんかデビューした時が高校生。日本でも結構来てるよね。なんかサマソニー来てたよね。ああ、来てたかもしれない。なんかよくそういうのに来てたよ。やってるイメージが。それこそあれ来てないのかな、若さんがやってたやつとかに。ああ、なんかイーストとかで来てないか。だから、MXPX と、ゼブラヘッドは、うん、なんかクリエイティブマンがやるのに出てる感じ。まあ、ゼブラヘッドはそんなイメージあるよね、確かにね。MXPX もなんかそんなイメージが、うん、サマソニー、サマソニーとかね、とか、そうか、パンクスプリングとか来てるとかね。そう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 、確かに。76年生まれ。もう食べちゃうじゃん。俺は1個上だ、俺らも1個上。そうでしょ、うん、どうすんのそれでさ、どうにかしてパンクロックショーに入るんだっていう曲を歌ったらさ、日本語で、いや、ちょっとやめなさいよ、やめよってなるけどね。ただな、それを歌うかってことよ。じゃあ歌ってないかもね。うん、いやでも聞きたくない。いや聞きたいよ、聞きたいけど、40後半のね、もう50間近いよ、うんうん、暇だからパンクロックのショーに行くんだ、あの子に手をつながれて、本当紹介しよう、あの子に手をつながれて行ったのがパンクロックのショーだった。やらない方がいいね、うんうん、お金はないけど行くんだ、やらない、どうにかして、はい、入ってやる。パンクロックショーだからな。なんなんて10代が作る歌詞、まあ、可愛らしい歌詞。確かにね、478が歌ってちゃいけないでしょ。じゃあちょっと DJ でかけてみんなが盛り上がってるのもどうかね、なんかね、そういうことになってくるよね、うん、ちょっとかけるのも恥ずかしくなっちゃう、ね、だからそういうのあんじゃん、あるよね、ちゃんと調べて、調べないと、ね、俺は今日なんか久々に見たから、うん、ちゃんと和訳見てみようと思ったら、うん、まあ確かにそうだ、ね、うん、そんな感じだったからさ、悲しいですよ。みんなね、50歳とかがね、みんな怒るね。そうよ、だから歌うんだからさ、あるんじゃない、だからそういう、あるよね、他にも、まあ、日本語でもありそうだしね、そういうのね、うん、うん、確かに、まあ、皆さん、ランディと MXPX 聞いてみてください。
というわけで登録、いいね、よろしくお願いします。さよなら。さよなら。